怖すぎ。原監督、横川、5回4失点。今日何点だったと聞いてみたいね。まさか100点とは言わないだろうが。巨人は13日の阪神戦に1対4と敗れ2連敗。順位は5位のままだが、最下位中日にゲーム差なしに。原辰徳監督は5回4失点で2敗目を喫した先発の横川海投手について、今日は本来の自分の出来からいくと、どうだったかな、と話した。試合後、原監督は2敗目を喫した横川について、今日は本来の自分の出来からいくと、どうだったかな、それは本人に聞いてみたいね。まさか90点とか100点とかは言わないような気がするけど、とコメントした。怖えよ。ソースがあるのか。ベストピッチでしょう。マータハラが若手にパワハラしてる。ベストピッチと言わないあたりまだ配慮しとる。ガチでパワハラやってんのか。代打松田、代打長の何点。まさか90点とか100点とかは言わないような気がするけど。ご自慢の松田長のは点数つけることもできないダメダメだろ。12安打1得点の打線は何点なんだよボケ老人。もうこいつくりにしろよ。巨人が崩壊してるの自分の責任なんてちっとも思ってないだろう。こいつとしとって情緒がおかしくなっとらんか。前世紀の宇都宮の攻撃見たらちびるぞ。ベストピッチでしょ、宇都宮。一軍のユニフォームは似合うのかな。球場にロッカーは残っているのかな、と思う。うわ、今年対戦している野間口さんだ、野間口。これだけ経験を積ませている。砂遊びは卒業しなきゃいけない、と思う。野間口は火に油を注ぎやった、野間口。サムライスピリットはないのか。今のままなら偽侍だ、宇都宮。ヘラ口じゃなかったね、野間口。強烈な打球を受けましたが目が覚めるというか覚醒してくれればいいですね、辻内。いいところを探していようと思ってるんだけど、いいところはないよ、と思う。辻内くん、8番やばすぎ。この頃に比べたらまだ優しくなったな。遠野はよくやり玉に上がってたイメージやったけど、野間口もこんないじめられてたんか。我慢して見てたけど火に油を注ぎやがったで笑ってしまったわ。砂遊び懐かしいな。遠野現役の頃なんJで結構流行ってたよな。こういうのやめてやれよ。案外引きずるんだよ。